5人組 YouTuber、コムドットが7月1日、グループのインスタグラムストーリーズを更新。6月の毎日投稿を終え、今後の活動について言及した。コムドット、休養と戦略会議の時間が欲しい。6月毎日投稿系で今後に言及。6月の1ヶ月間、革命コラボマンス、として毎日クリエイターとのコラボレーション動画を投稿していたコムドット。2022年に入ってからは週に6回の投稿を基本としていたが、同月は毎日投稿を行っていた。この、革命コラボマンスが終了したことを受け、ストーリーズでは、関わってくれたクリエイター及び、この過酷な期間を支えてくれたファンの皆さん本当にありがとうございました。コムドットは最高の形で2021年上半期を締めくくれました、と周囲へ感謝。続けて、つきましては本日から下半期が始まりますが、6月はこの革命コラボマンスに全精力を注ぎ満身創痍な状態であります。と毎日投稿を経て、満身創痍であると打ち明けた。そして、体調不良とかではないのですが、下半期も最先端を走るために少しの休養と戦略会議の時間が欲しいです。とこれからの活動について言及。今からメンバーで集まって今後の会議してくるので本日1/7の動画はお休みさせていただきます。と同日の投稿は休止するとし、活動の予定は追ってみんなに告知するので少し待っててください。と今後の予定については改めて告知を行うとしていた。モデルプレス編集部。Thank you.